YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。すいません、ちょっとびしょびしょで、1月17日ですね。ちょっと暑いんで脱ぎます。いやちょっと寝すぎません。ちょっと昨日ね、深夜までちょっと仕事してたんで、すいません。今日はですね、火曜日か、高橋幸宏さんのあのサディスティックミクマンゴドについて僕ちょっと喋ったんですけど、前回のちょっと僕全然その世代じゃなくてですね、ちょうど僕の生まれた年ぐらいにサディスティックミカバンドを結成されて、いろいろあってこう最近はの能年玲奈さん、のんちゃんが歌ってるっていう、あのタイムマシンに、タイムマシンにお願いってやつですね。で僕前回もちょっと話なんか後で思ったんですけど、僕そのなんで知ってるかっていうのをちょっとちゃんと伝えてなくて、その初めてちゃんとした舞台というか3回目なんですけど、まあレギュラーでその劇団に参加させていただいて、その時のそのコメディーミュージカルだったんですけど、その曲がサディスティックミカバンドの曲多かったんですよ、本当に。で僕はそのタイムマシンにお願いもうっすら聞いたことあったけど、木村カエラさんのがその昔のバンド部分の人は再結成して歌ってんだなっていう程度しか知らなくて、僕だって世代じゃないですから。で、まあでもその古いの詳しい僕の世代は知ってますよ、音楽とは。ちょっと調べたんですよね、それをね。ちょっと今日僕と同じレベルの人に、高橋幸宏さんが YMO でね、なんかイエローマジックオーケストラもちょっと朝で思い出したかったんですけど、 YMO って坂本龍一ちゃんとね、さんと、まあテクノミュージックの、そうですよね、テクノミュージック一番初めに、まあ割と、まあ、海外でもあったらしいんですけど、割と電子音楽を進めた偉大な一人だということで、そのサディスティックミカバンドにもを参加されてたっていう高橋幸宏さん、ファッションデザイナーとかもやっていて、その人についてちょっと今日お話ししたいと思います。ホワイトボード書いたんですけど、ちょっとめんどくさいんで朝忙しいんでね。でちょうど僕1970年代ぐらいに加藤和彦さんか、春彦は名古屋のやんちゃ坊主ですよね、はい加藤和彦さんという方がリーダーで、バンドマスターですね、バンマスで、美香さんっていう女の子がと結成したらしいんですよね。で美香さんはなんで参加したかっていうと、加藤さんのファンで、なんか高校生だったらしいんですけど、ミカバンサディスティックミカバンドって名前あるじゃないですか。ミカバンドってミカってボーカルの女の人の名前なんですよ。でミカちゃんは JK ね、女子高生、ミカちゃんは17歳の時にその数、後に結婚するんですけど、その加藤さんに憧れて楽屋に行ったらしいんですよ。で結構可愛いので、本当に可愛いんですよ、当時も。その僕も結構好きなタイプですね、今はもうおばさんだと思うんですけど。で加藤さんがもう電話番号、こう携帯ないですからね、 LINE もないので、楽屋に来たジョイ JK をゲットし、未成年ですけど付き合っちゃったんです。でも加藤さんその時20歳ぐらいだったんで、19、20歳なんで、まあ何ですか、なんか条例で逮捕されるっていう、まあ時代も時代ですしね。ただ19歳か20歳と17、8歳なんで、まあそんなに差はないですよね、19と17、2歳、3歳差で付き合っちゃったんですよね。で加藤さんはバンドをやってたんだけど、その JK の京都か関西の方なんですよ、美香さんって。で通って、まあ、愛を育み、で美香さんがやっと東京に、加藤さんはバンドで東京にいて、で、よくあるんですよね、バンドとそのファンがエッチしちゃうみたいな、で手を出すみたいなね。僕も知り合いで手を出したやついっぱいいますけど、言えませんけどね、名前は。で、まあいや、JK だった美香さんは大学かなんかで上京するんですよ。
で、一緒に住んだのかな、同棲しのか分かんないですよ、本当のことは分かんないです、すいませんね、結構略して。で付き合ってミカバンドって結成しようみたいなね、やっぱ音楽に興味あって、加藤さんになんかねギターを教えてもらいたいっつって追っかけみたいな感じですよね、追っかけですよね。昔なんかダウンタウンの松本さんにウーアさんが追っかけしてたって聞いてね、ウーアってミュージシャンのね、そういうもんですよね。僕もキョンキョンの追っかけしました、小学校の時で。まあいいんですけど、で、ねえ、ミカさんは JK だったら JD になって、女子大生になって、で加藤さんとでサディスティックミカバンドっていう名前にしようと、もう出来合いなんですよ。まあ、卒業して結婚したのかな、で、まあ、付き合ってバンド結成して、で、ミカバンドでサディスティックミカバンドって名前がミカさんと、あのそのサディスティックっていうのが佐藤ですね、マルキドサード、佐藤マゾってあるんですね。そのサディスティックって危ないっていう意味な、攻撃的なっていうかね、そういう意味じゃないですか。それであのなんか調理師免許を持ってたかなんかで、調理師あの栄養女子栄養大どこですかね、大学、調べてないんですけど、どこですかね、女子栄養大学とか調理師免許持ってたらしいんですけど、栄養士かな、よくわかんない、すいません。でなんか大学どこですかね、大妻女子とかそういうとこですかね、女子大わかんない、津大女子大で日本女子とかいろいろありますよね。でまあその料理したらめちゃめちゃなんかまな板にバーンってなんかわかんない手を切っちゃったのか、なんかまな板にバーンって刺さったのか、すげえ危ない、料理めっちゃ下手だったらしい。でサディスティックな身からこうね、こう包丁がなんか乱暴にさ、なんか血まみれになって料理したんですかね、サディスティックミカマンドみたいな。名前つけたらしい。でなんかちょうど小野洋子さんも小野洋子のなんとかバンドっていう、なんとかバンド、金ちゃんバンドじゃないですけど、その流行ってたらしいんですよ、そのネーミングをつけるコピーっていうかね。でサディスティックミカバンドっていう、ね、彼女のね名前を入れちゃうっていうのがなんかすごいですよね、愛があるっていうか。今じゃちょっと考えられないですけど、でもなんかそっちの方が今に合ってると思うんですけどね、まあ、SNS の時代でも逆に今名前つけた方が売れんじゃないかな。僕だったら順なんで順バンド、まあ僕おっさんなんで若い JK とかとね付き合ったらその完コピーしてもいいんじゃないですか。まあやんで、そのメンバーに高中正義さんだっけ、レレレレッテッテッ、あのスクエア、なんだっけ、あの F1 レースのペーレペーレペー、高中正義さんとキーボードの人ですかね。で結構いてるらしいんですよ、すごい有名な人が。ちょっとわかんないです、なんかね変遷がいろいろあってバンドメンバー入れ替え、でその中に高橋幸さんがいて、 YMO の前ですよ、坂本龍一は前に。でそこのバンドが結構売れたらしいので、歌もなんか結構良くて、でバンドがなんかイギリス人のなんか UK ですね、 UK、 イギリスの音楽って UK、 ユナイテッドキングダムサウンドだから UK なんですかね多分。でイギリスに行くんですよ、なんかそしたらなんかその結構大物プロデューサーに、お前らミカバンドいいぜみたいになって、でなんか CNN かなんかな、そのバンドのやつで、とりあえず外国で日本人で演奏して、ミカさん堂々と歌うんですよ。ちょっとぶっこう、なんていうんだ、飛んでる女の子で、まあ、だって17歳の時にその好きなバンドの楽屋行って、まあ、そのなんか恋仲になっちゃうぐらいこう積極的な人で、でボーカルとしても歌はまあそのタイムマシンにお願いって JK がカラオケ館かなんかで歌うみたいなレベル感じはし、僕はしたんですよね、すいませんね。だけど音楽的にはすごい70年代のそのシャカ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 、なんていうんですかね、ちょっとブラックミュージックあり UK サウンドあり、いろいろ混ざったすごいあの東京っぽいっていうかね、なんていうんですかね、イケてるスタイリッシュね、おしゃれで結構イギリス西洋を真似してるっていうかね、その今のBTS がその結局洋服じゃないですか、
マチョゴリとかそういう着物じゃなくてね、そういうまあ当初イギリスでも面白いなっていう和洋折衷みたいなのが受け入れられたんでしょうね。でデビューしてなかなかその、まあ、まあまあ人気あったらしいんですよね、イギリスで。みんな渡って幸宏さんも渡ってんのかで、高橋幸宏さんその多分海外の音楽を影響受けたのはその三河番組の時なのかもしれないですけど、で、これが面白いんですよね。で僕知らなかったんですよ、本当に知らない人も。でそのイギリスの大物プロデューサーが俺たちがプロデュースしてやるぜっつって、ね、黒船っていうアルバムなのかな、結構名盤となってるらしい、僕聞いてないんですけど、それにまあそのタイムマシンにお願いっていうね、その後に桐島かれんさん、まあ、能年齢、あの木村カエラさんとか能年齢ちゃんが最近歌ってるその名曲、日本でまあ売れたタイムマシンにお願い、ドラえもんですよね本当にね、あの、まあ、いいんですけど、のび太くんですよね。でまあそれもまあいいんでしょうね、日本っぽくてね、アニメっぽくて、タイムマシンにお願いってなんかドラえもんですよね、ドラえもんなのかなそれ、まあいいや。それでどこまで話したっけ、そのプロデューサーとが、まあ、アルバムを作って海外でも出したのかな、んで、あ、じゃあ日本でイギリスのプロデューサーが出すっつって、売れたんですよね。でそのね、なんとかっていうクリストファーなん、アンドロイド、なんかそのイケメンプロデューサーがね、実は、ね、ミカさんタイプだったらしいんですよ。音楽やってるやつはねみんなエロいから、みんなエロいっていうか、そうじゃないと芸術なんてダメですよ。その性異性に対してとか同性でもいいんですけど、欲求がないと、まあ、音楽やってるやつ僕今まで 100% そういう男ばっかでしたからね、まあ、それはさておきで、まああの何言ってんだろう、ちょっと朝からテンションなんですけど、で、あのその不倫しちゃったらしいんですよ、美香さんとその加藤さんは。バンド組んでミカバンドを作って、でイギリスに渡ってうまくいったのにプロデューサー結局手出しちゃって、もう JK じゃないですよ、 JK じゃないで、イギリスかっこいいっぽいんですよ写真も、でつけちゃってしょっちゅうイギリス行くようになっちゃって、カットすると離婚するんですよ。そのなんていうの、プロデュースしてアルバムバーンって売れたのに不倫しちゃって、でミカバンドって名前か、奥さん、愛する彼女、JK から愛した、まあ、まあまあ、あの手を出したね、ファンにね、追っかけに手をした JK で、しかもなかなかいいセンスを持っている、確かに毎日歌を俺うまいと思わないんですけど、まあ、それがまあ新しかったんでしょうね、その時代もあって、僕はまあ僕はねまだ10歳にもなってない頃の話なんでよくわかんないんですよ、時代はバンドブームだったとは思うんですけど、あグループサウンズって GS っていうらしいんですけど、僕ちょっとわかんないんですよ、そのタイガースとかわかんないんですけど、ドリフターズとかもそのバンドブームに乗って、でもちょっと英米系とかね UK に認められた感のあって、でもそのラブラブミカバンド、奥さんの名前つけたのにイギリスのプロデューサーが雑客あのプロデュースしてきたのに不倫ですよ、プロデューサーと、で旦那は怒りますよね、奥さんもね、外人パツキンの方がいいんでしょうね、で金もまああるでしょうね、イギリスやっぱりイエローモンキーじゃないですか所詮僕たちはでまあミカさんはどっちかというとその ぶっ飛んでるじゃないですか、そのアーティスティックというか、ね、今で言う、でもね彼女のそのぶっ飛んでる感は、まあ、小野陽子さんに始まり国際的にはね、で今もそういうアーティストって結構いっぱいいるんですよ、やんちゃちっちゃくて元気でちょっと突拍子もなくてちょっとサディスティックで浮き沈む激しくっていうアーティストって過去にもいっぱい出てきてるんですけど、ここでは名前出さないですよ。で今で言うと分かんない人に現代的に言うと、あの、脱退しちゃったあのなんだっけ、水曜日のカンパネラのコムアイさんがどっちかっていうとそんな感じですよね、あのあまた出てきたって、まあそういうあのね、消極的なこと言っちゃダメなんですけど、その何ていうんですかね、ちょっとエキゾチックでファンキーで明るくて暗くて魅力的なのを演出するっていうかね、その、まあ、
実際そう本当にそうかもしれないですけどね、そのわかんないです、浮き沈み激しすぎ、そこが魅力みたいな、僕はそういう女性にまあ惹かれる方なんですけど、まあ、それは問題なんですけどね、そのまあね、陰キャ陽キャとか言うじゃないですか、そんなみんな陰の時も陽もあるんですよ、僕それは全然こう否定ばっかしてるんですけど、みんな暗い時もいい時もあるので、陰キャ陽キャキャなんてないんですよ、キャラクターって。まあいいんですけど、それで水曜日のカンペラの小前さんみたいな美香さんはギャー人とね、名古屋人の外人ですね、外人とプロデュースして逃避行です、イギリスに住んじゃうんですよ。でも入籍しちゃうんですよ、やっぱ ABA 型ですからね、あの事実婚というかね。でもう解散ですよ、ミカバンド、そして伝説のバンドとなっていくわけですよね。でイギリスでこの外人と結婚、子供はいないのかいるのか分かんないですけど、入籍はしないんですよ。あのジャン・アレジと後藤久美子みたいなもんですよね、あのそジャン後藤久美子というモデルで女優さんね、僕の所属してたオスカーっていうところの一番売れてた人なんですけど、ジャン・アレジって当時 F1 レーサーとバツイチだった F1 レーサーと結婚じゃなくて子供を産むんですけど、籍入れないんですよ、慰謝料がめんどくさいからか分かんないですけど。今も事実婚ってあるじゃないですか、入籍せずにまあ結婚みたいな、婚姻届出さないっていうね、その、まあ、名字が変わるのが嫌なのか、まあ、いろんなみんな事情があると思うんですけど、まあ、いいんですけど、で、で、ミカバンド解散して、まあ、そのバラバラになるんだけど、いろいろフェスとかもあるじゃないですか、そで、なんかすごい久々に集まろうみたいなのになったらしくて、有名なね、あとですね、そのメンバーに、ね、後藤継俊さんもいたらしいんですよ、ミカバンドの初期。名前はね、ちょっと変えてたらしいんですけども、ダラガナヘ、トンネルズの、ニャンコクラブの歌を、秋元康と後藤継俊、秋元康が作詞をして、作曲は後藤継俊がやってる、トンネルズ世代なんで僕、トンネルズの、その、ニャンコクラブの曲とか全部やってた、後藤継俊。後藤継俊も結局はウニャンゴクラブのメンバーのかわいそうな子と結婚しちゃうんですけど、結構人気だった愛知県出身なんですけどね、そのまあ、ウニャンゴ世代だったんで、でまあその後藤継俊ってそうだったんで、僕初めて知ったんですよ今回。そんくらい結構すごい人なんだなと、名のある有名な人なんだなと、でミカバンドのメンバーだったっていうのは初めて知って、まあ、調べてね、いろいろで再結成した時にフェスだったんでユーミンがいたらしいんですよ。でユーミンに歌わし松尾由美だったんですよ、新井由美ですね当時、もう松尾由美になってんのかな、で、歌ったらいいっつって、で加藤さんがサディスティックミカバンドとしてサディスティック由美バンドみたいなやろうっつったんだけど、由美がねガーンって、ね、私を好きに連れてってぐらいの分かんないですよ、あとなんかあの新井由美で売れてた時なのかな、それだから、ね、ちょっとミカバンドっていう色も強いので断ったらしいんですよ。なんかフェスでは歌ったらしいんですよ、タイムマシンユーミンなーっていう声が、まあ、ミカさんにちょっと似てますよね、抜けるようなっていうかストレートなね歌の声の出し方で、ユーミン断られので、ミカバンドをやっぱ結成しようねみたいなね、その今も再結成とかよくあるじゃないですかバンド、まあ、金もなくなったでしょうね、わかんないですけど、まあ、儲かるっていうファンもいるしっていうことだと思うんですけど、で、それで抜擢されたのがそう桐島かれんさん。で僕ねそのね本当にこれまあ見てないと思うんですけど、桐島ローランドさんと弟さんいるんですけど、僕あのツイッターを相互フォローしていただいて、僕ね仕事で実は一回ねすれ違ったことあるんですよ、モデル僕も20代やってて、ローランドさんはまあ結構カメラマンモデルで結構出てて、フランス人のハーフなんですよね、あのお母さんも作家さんで、で桐島かれんさんもその超美しくて、僕ね、桐島かれんさんってただのモデルだと思ったんですよね。この間まで。ミカバンドのボーカルって僕さえ知らなかったんですよ。すいません、ローランドさん。ローランドさんとよくやりとりするんですけど、たまに。あのツイッター上でね、あのよくお返事もくれる言い方なんで。実は面識あるんですよ、ローランドさん。僕はで、で、桐島かれんさんがフランス人ハーフね、まあ本当に美しくて、フランス人に人形のようでスタイルも良くてね。で、ケイジ・パカレンさんはもともと音楽を目指してたらしくて、僕も完全にファッションモデルだと思ったんですが、音楽目指してて、そのレコードレベルに所属してて、だけど、いいのいないかっ
ていないった時にそう見つけたらしくて、ミカバンドの、ミカさんが、まあ、ね、離婚してプロデューサーの男と行っちゃったんで日本にいる、そのやっぱちょっと西洋イギリスのイメージがあるんでしょうね。ミカバンドってそのイケてるアバンギャルドというか、その最新のイギリスだぜみたいな、高橋幸宏さんもそういうスタイリストのね、ファッション性のある感じなんで、やっぱそのモデルにもなれ、ね、全然なれるカレンさんをボーカルにして、またタイムマシンにとかね、再結成でした。まあ結構良かったんだけど、まあまあ売れたらしいんですけど、僕ちょっとね記憶ないんですよね。まあ部活とかやってたんで、まあでもおしゃれなね感じで、木村カエラさんに似てますよね、あのカレンさんの若い時は。まあ白人のハーフっていうことで、でカレンさんもそのうち解散すると。でまあ結婚なんかわかんないですけどね、ミカバンも解散し、でそれからまあ2期ミカバンドで、あ、違う、1期はミカさん、2回目がユーミンさん。ユーミンさんはちょっと話がこじれて、ユーミンさんがやっぱりその、まあ、ストーヤー旦那さんもね、そんなんやるなよって言ったとかな、断り、ただ1回結成したらしいんですけどね。そで、次は霧島カレンさん、若くて可愛いハーフモデル。で、また解散。で、まあ、そのまあ、みんなバラバラだね、そのすごい。バンドのメンバーはね、大活躍するらしいです。YMO とか、その、スクエアとか、そのね、後藤剛さんさんとか、まあ、他にもね、いっぱい有名な人いるらしいんですけど、僕、そんなに詳しくないんで、すいません。で、で、僕が知ってる、その、タイムマシンのお願いは、木村カエラなんですよ。木村カエラさんが、まず学生の時かな。タレントで、なんか横浜のローカル番組出てたんですよね。僕、神奈川、東海大神奈川だったんで、可愛い子だなと思って、背のちっちゃいハーフで可愛い子だなと思って、エータさんの奥さんですよね、後に。が、まあ、そのカレンさん似てんすよね、顔。ちょっと、カレンさんでも身長も高いし、ちょっとモデル。で、まあ、可愛さもあるって。で、声がいいっすよね、木村。ルールリラリラ、チュラララララって、誰か作ったんだっけ、忘れちゃった。まあ売れたんですよね、木村カエラさんのボーカリストも。それでまあミカバンドをまあブッキングさせて、もちろん僕が知らないんで、木村カエラさんの世代なんてミカバンドで知らないですよね、存在も。で、まあ昔の人たちがその夏メロで録んだんでしょうね。でまあ企画もので解散したんですよね。で僕がその最近した能年玲奈さん、のんちゃんのやつはあれ勝手に歌ってたみたいですね。その別にミカバンドじゃないみたいですね。だから厳密に言うと、霧島カレンさんだけですよね。あとは企画物でユーミンさんだったり、ユーミンさんと木村カレンさんもイベントっていうか、そのちょっとキャンペーンでやったみたいですね。ということで、ちょっと霧島カレンさんね、俺ね、なんて霧島カレンさんにがちょっと詳しいかと、僕ご本人にね、よく街で会ったんですよ。まあ僕とその時、まあ、ちと世田谷区に、渋谷区、世田谷区に住んでて、僕の行くショップに、まあちょ僕もね、ちょっとおのぼりなんで、そのちょっとおしゃれな雑貨屋さんとか結構あって、お子さん連れてたりとかね、やっぱね、とてつもなく美しい方なんですよ、顔スタイル。うわ綺麗だなって、外人だって思う、まあ男だと思うじゃないですか。なんていうんですか、匂いっていうかね。誰でしもっていうわけじゃないですけど、やっぱりね、僕より上の方なんですけど、綺麗な、間違いなくカレンさんだって分かりましたね。なんかモデルのイメージがあるんですよ、僕。ミカバンド実質ね、知らないんで、だから、ローランドさんにもお姉さんをしてたんで、で、ちょうど僕、昔の彼女が、キリミさんカレンさんの、なんか、近しい人だったんですよ。昔の彼女が。で、霧島カレンって誰って言って、あ、モデルで綺麗な人だなって言って、フランス人なんだって、フランス人のクォーターが。で、ローランドさんは後にカメラマンで知って、まあ、今ツイッターでフォーゴフォローしてんで DM も送れると思うんですけどね、議員さんに一回移行されたんですけど、
まあ、すごい考えがね、すごいあのやっぱり外国っぽくていいなと思ってて、まあ、加藤和彦さんについては、まあ、顔は知ってたんだけど、あんまりわかんないです。僕、高中さんもあんまりわかんないし、まあ、超大物っていうのは知ってるんですけどね。YMO もだって僕世代じゃないですからね。ちょっと僕の上の世代なので、わかんないんですよ。ぶっちゃけ。その古いのを見て、YouTube みたいなね、そういう人いたんだ、みたいな。だから高橋幸宏さんって僕世代があんま知らないはずですね。わかんないですね。YMO がギリ、でもわかんないですね。YMO わからない世代なので、ただやっぱその70歳で亡くなられたってことでね、すごい歴史が、なんか東京のそのなんとなくね、渋谷とかその表参道とか青山とかのいそうなおしゃれでちょっとひげを生やしたおじさんって今もいるんですけど、いっぱいそういう人、ハットをかぶった、ね、黒い服を着るっていうね、その今日たまたま黒い T シャツ着てますけど、僕はちょっと体育会系というの血が入ってるんで、まあ、そういう風にはなれないんですけど、まあ、そういうアーティスティックな、ね、方、あれも東京だなって僕はちょっとやっぱ思ってるんですよね。うん、っていう感じでしたね。はい、すいません。ちょっと長くなりますが、サディスティックに関わると。YouTube でね、いっぱい転がってるんで、聞くと、そのコムアイちゃんが似てるよみたいな話とかも、わかりますよ。やんちゃでキュートな、でもよく見ると美しい、あんで美香さんはね、そのサディスティックで包丁のあったじゃないですか、結局プロデューサーとね、事実婚8年9年続けたけど、別れて、で、結局別れたらしいんですよ。離婚、やっぱ不倫の末結局作ってあんまなくて、で日本に戻ってきて一回再結成というか、一回ゲストで歌ったらしいんですよね、ミカバンドで。そしたら歌うまくなってたっていう、なんかみんなの評判がね。で、ちょっとやっぱそのカエラさんとかは歌がうますぎっつって、ミカさんもちょっと音痴なとこが良かったみたいな評価も結構多いみたいですね。僕もだって原曲のミカバンドで舞台で流れたけど、へったくそだなと思いましたからね。まあでもその、なんていうんですか、若い声。声って老けるので、ああいう、小学生の頃がね、そのジャクソン5じゃないですけど、あの時のマイケルで美しい声とかね、フォルダー5、ね、あるじゃないですか、そういう子供の声の美しさとかね、そのウィン少年合唱団とかね、そういう少年とか少女の声ってまたそれはそれで大人には出せない声なので魅力的なんですよね、ということでした。はい、ディスティックミカバンドね、まあこう時代にとって忘れちゃうんですけど、やっぱり偉大なファッションとかね、まあ今の落合陽一さんとか黒い服、幼児山本とか流行ったじゃん、あれもなんかちょっと高橋幸宏さんっぽいなって、僕はもうちょっと違うのかわかんないですよ、黒い服でちょっとマントをまとうみたいになって、東京の昔の1970年代のその DC ブランドみたいな、幼児山本みたいな、あのカラス族みたいな、そんな感じなんですかね、ちょっと僕もそんな感じしました。はい、ご冥福を祈りたいとしたいと思います。これでもう音楽はやめ、僕スポーツ部活長なので、そんなスポーツ何の関係もないですけどね、ちょっとこれを喋りたかったで撮りました。それでは良い火曜日を。